装置基盤号は機56開発製造は川崎航空機本港では一式貨物輸送機の前身である路式輸送機についても省述する日本陸軍と日本航空輸送はアメリカの高速旅客機ロッキード l-14 スーパーエレクトラに注目し1938年にこれを30機購入した 陸軍はこれを、シ式輸送機として、正式採用し、前年に、ロッキード社から、国内製造権を購入していた立川飛行機に、対して、国産エンジンに換装して国産化を命じた。L-14 は、速度性能や、搭載量は、中島飛行機製の国産旅客機、輸送機である、中島 AT-2 と比べて優れていたが、 低速時に失速する癖や安定性不良などの問題があった。このため、ロシ系輸送機では、翼端固定スラットを追加して対処した。また、国産化にあたって、客室を再設計している。生産は当初立川で行われたが、途中から川崎への転換生産となった。総生産数は100機である。なお、1940年9月6日には、 同月4日に中国戦線で戦死した陸軍砲兵少佐北白川宮 A 級王の遺体を立川飛行場まで輸送している。また帝国大学航空研究所の設計による本機をベースとした高高度実験機録式 B 型が2機製作され、弱圧キャビンなどの試験に供された。司令部飛行班の機体として、 用心輸送に使われる一式貨物輸送機1939年に陸軍は路式輸送機の着陸時の安定性や貨物搭載量を増加させた改良機である機56の開発を川崎に対して指示した。川崎では土井武雄義士を主務者として設計に着手し1940年11月に試作第1号機を完成させた。 路式輸送機からの回収点は、胴体の延長、フラップの回収、波26、2エンジンへの換装で、胴体の延長により安定性が増したた搭載量も増加した。審査の結果、一部改善箇所が指摘されたものの、1941年12月に、一式貨物輸送機として、正式採用された。エンジンは、当初は、波26、2だったが、 あとに、刃25に換装された。胴体左側面に、大型の貨物専用扉が設けられているのが特徴で、空冷エンジンならば3機まで搭載できる。また、貨物輸送の多兵員輸送も可能で、この場合兵員14名、または落下3兵10名を輸送することができる。原型となった L-14 やロシキ輸送機と比べると、 胴体の延長や全備重量の増大により、上昇力や速度性能が低下したが、安定性や離着陸性能は向上し、搭載量が増加したため、より実用的な機体となった。1943年9月までに121機が製造され、太平洋戦争のパレンバン空挺作戦では、100式輸送機ともども低新連隊の輸送、降下に使用され、 終戦まで各地で物資や人員の輸送任務についていた。ありがとうございます。